海上保安庁では、最大級の巡視船やさづきが就役しました。今回の主役は、この巡視船やさづきです。尖閣諸島警備に心強い味方が登場といったところでしょうか。今回は、巡視船やさづきについて、詳しく見ていきますね。あまりにも回数が多いためか、ニュースに取り上げられることが少なくなった尖閣近海での中国艦艇の横行。ですが、もちろん中国艦艇の横行がなくなったわけではありません。コロナウイルス関連のニュースが優先されるため、私たちの目に触れなくなっただけで、日常的に領海侵犯ギリギリの水域で好き勝手やっているのです。事実、中国海警局は船の数を増やしていますから、日に日に海洋進出は拡大傾向にあります。はっきり言って、いつ中国が日本領である尖閣諸島を奪いに襲来してもおかしくない状況なのです。2021年11月12日、海上保安庁から発表がありました。黎明型巡視船である朝月が、山口県市下関市の三菱造船家浦工場から、無事に引き渡されて就役したということです。この巡視船朝月ですが、タイトルにもあるように、海保が保有している巡視船としては、最大級の黎明型巡視船の3番艦です。2年前の2019年2月25日に建造が開始され、2020年、12月15日に浸水。その後に偽装を進めていたものでした。朝月には、引き渡し式後に、海上保安庁の旗が掲げられました。この艦を、尖閣諸島を管轄する第11管区海所保安部の石垣海上保安部に配属する予定ということです。朝月を代表とする巡視船の大型化によって、長期間の航行が可能になりました。また、冬場に荒れる海域での航行性能が安定することはもちろん、搭載ヘリコプターも大型化できるし、搭載する数も増やせることが期待できるのです。ここ数年、尖閣諸島周辺の接続海域や、時には日本の領海にまで侵入を繰り返している中国海警局艦艇は、常時4隻航行ですが、数の増加だけではなく、船自体が大型化していることが目立っています。ヘリコプター搭載哨戒船も送り込まれることもあるのですが、いずれの船も多数の機関銃などで重武装化されています。第11管区海所保安部配備の12隻の巡視船は軽武装なので、太刀打ちできないという不安がありました。尖閣諸島には、鹿児島上保安部配備の6500トン級巡視船4隻が出向いていたのですが、ここに、朝月が加わったことで、現場の負担軽減が強く期待されています。第11管区には、今まで、那覇海上保安部配属のヘリコプター搭載型巡視船ウル、マ、沖縄、琉球の3隻があり、中型ヘリコプター1機の搭載運用能力しかなかったのですが、大型のヘリコプター2機を運用可能な朝月が加わりました。そのため、海上保安庁では、沖縄周辺海域での警備救難能力が大きく向上するものと期待を膨らませているそうです。世界が新型コロナウイルス感染拡大で大騒ぎしているというのに、中国の海洋進出傾向は収まりません。むしろ、各国がコロナウイルスでてんてこまいしている隙を狙うかのように、台湾へはワクチン輸出で嫌がらせをするわ、尖閣諸島へは相変わらず押し寄せてくるわで、コロナウイルスは中国に何の影響も与えなかったと言わんばかりです。アメリカの前大統領トランプ氏が、
コロナウイルスは中国が撒き散らしたと騒いでいましたが、ここに来て中国の感染者数が激減したことや、経済活動、軍事行動がますます活発になってきたことを考えると、まさかねとすら邪推してしまいそうです。事実、中国、武漢のコウモリからコロナウイルスが検出されたという報道もたびたびありましたよね。世界中で感染を恐れている私たちを尻目に、武漢の国民がマスクなしで遊んでいる様子も流れており、まさに中国の自分勝手さが垣間見えた気がします。もちろん、コロナウイルスが中国発祥ということが本当かはわかりませんが、それでも疑ってしまう行動を中国が自ら取っているのが脇が甘いな、と感じる点でもあります。中国の目的は南シナ海の領海かと言われますが、東シナ海も狙っているようです。前述の尖閣諸島は東シナ海にあり、海警局艦艇の G 活動の回数が増えています。海保の巡視船の数では、中国海警局艦船への対応が難しくなっているようです。対抗策として、巡視船の数を増やすことを考えているようですが、数だけ増やしても対抗は難しいとされます。というのは、中国の艦艇は年々大型化するだけでなく、装備している武器の数も増やしているので、日本と中国の差は開くばかりなのです。防衛省防衛装備庁は、海保巡視船をサポートするために、大型の哨戒艦12隻を建造する計画を掲げ、国内企業の募集をスタートしました。基本設計は、2022年度予算で4億円を予定しており、運用に関する企画提案書は、2022年3月までに提出させた上で、5月には、随意契約先の企業を決定建造にかかるとされています。防衛装備庁が、この哨戒艦へ要求した内容は不明ですが、尖閣諸島など離島への対応を考えると、日本近海で長期間活動できる航続力や乗員の居住性の良さも求められるでしょう。海事における人員不足にも配慮した消費とかも必要とされると考えられます。現在建造中の最上型護衛艦では、すでに精進化の技術やノウハウを施していますから、それを応用して数十人程度で送還可能となることも求められると思われます。高いテクノロジーを持つ艦をなるべく少人数で動かしたいということなんですね。防衛や戦いでは、そういった考えは必須になってきます。少ないエネルギーで稼働できる武器があれば、それに越したことはないですものね。直近では、経験が少ない国民を戦地に送り込んでいる、ロシアの動員令なるものがありますが、これが異例です。いくら高いテクノロジーを持っていても、それを使うための能力がなければ、兵士を借り出しても意味がありません。その場合は、スキルがある兵士数人を借り出し、確実に戦える状態にした方が勝率も上がるはずです。つまり、高いテクノロジーかつそれを少人数で動かせるとなると、これほど理想的なものはありません。この哨戒艦の武装については、企画提案書が採用されてからはっきりするのでしょう。推測ですが、日本の国内法上、自衛隊以上に、武力行使は、難しい巡視艇を重武装した中国艦艇から、守るための対艦ミサイルなどを搭載するのでしょうね。その他にも、敵を捉える、レーダーやソナーなどの性能アップは言うまでもなく、無線通信にも、高性能機器を備え、巡視船との連携を一層強めると同時に、不審船を発見、監視、
追跡するためのドローンも搭載するとみられています。実は、中国海警局は、2018年、平成30年に、武装警察の下に入りました。それ以来、中国海軍省官が指揮を取る形になり、つまりは準海軍というべき組織になったのです。その証拠に、尖閣諸島に出現する海警、医局艦艇も、海軍レベルの艦隊行動で、接続水域、領海侵入を繰り返しています。武装警察は、文字通り武装しているわけですから、なんだか怖いですよね。ただ、強硬的な態度を取る中国っぽさもあります。また、2020年11月の中国全人代では、海強法草案が提出され、翌2021年2月1日に施行されました。その中身は、外国船が中国の管轄する海域で違法に活動し、停船命令に従わない場合は、武器を使うということだったのです。ということは、尖閣諸島は中国のものと主張している中国国内法によって、尖閣諸島に出漁する日本漁船や巡視船が海警局艦艇の武器で攻撃される可能性が生じたということなのです。これは、あくまでも中国の国内法であって、実際に攻撃したら非難されるのは、中国の方でしょう。しかし、それをおもんばかる国ではないですよね。仮に、中国海警局艦艇が武器を使用したとしても、巡視船は武器で反撃することはできません。根拠となっている海上保安庁法第20条の2には、他に手段がないと思われる相当な理由があれば、事態に応じ、合理的に必要な限度で武器は使用できるが、外国船舶、軍艦、及び各国政府が所有し、または運航する船舶で、非商業的目的のみに使用されるものを除くと規定されているからです。つまり、現状では、巡視船は、尖閣諸島近海で、日本漁船もしくは自船が攻撃され、海上警備行動発令となっても、相手が中国海警局の艦艇だったら、武器の使用はできず、退避するしか方法がないということです。前述の海上保安庁法第20条の2を改正して、海警局艦艇から攻撃を受けた場合には、せめて反撃可能と改正するべきではないかと思われますが、そういった動きは全く見られないようです。海上自衛隊は、自衛隊法の縛りがありますが、日本漁船や巡視船が攻撃を受けたら、海上警備行動もしくは防衛出動によって、中国海警局の艦艇を武器を使用して攻撃することも可能になります。中国が日本を攻撃するのは、そう遠くないのかもしれません。現在、ロシア・ウクライナ戦争が続いていますが、中国はロシア側についている国でもあります。そのため、ロシアがウクライナに攻撃を仕掛けるのを尻目に、バレないだろうと日本へ攻撃してくるか、はたまた、ロシアに葉っぱをかけられて、世界を巻き込む戦いのきっかけとして、日本を攻撃してくるかもしれません。そうなってくると、もはや力をつけている中国に対抗するほど、日本は力を持っていない可能性もあります。もちろん、中国が攻撃をしてこないのが一番なのですが、もしもの場合に備えて、今のうちから何かしらの対策を取っておくべきですよね。そこで、個人的な意見ですが、護衛艦より小回りが利く哨戒艦を急いで建造して、海上保安庁の尖閣諸島の警備を支える体制を少しでも早く作る必要があると考えます。領土問題はまだまだ長引きそうです。